こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。初心者ですが、U パックの配送方法が分かりません。郵便局からの送り方を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。えー、この動画では、YouTube 視聴者様から質問ありましたので、ぜひね、回答させていただきます。はい。えー、メルカリなんですけど、メルカリ U パケットですね。で、あの商品をですね、売れた時なんですけど、 この場合ですね、商品に、商品をね、封筒に入れて持っていっていただければ大丈夫です。で、あの、住所をね、書きますかどうかっていう話なんですけど、一切ね、書かなくていいです。で、そのまま郵便局行きまして、郵便局の人に、U パケットですと言いますと、メルカリ U パケットですね、そうしますと、バーコード、をあの、住所をね、読み取るバーコードの書回あるんですよ。そこに行くか、それかですね、 郵便局の方がですね、バーコード読み取るんですね、スキャンですね、もう持ってますので、それを通せばですね、そのままあのレシートが出てくるんですね。で、そのまま商品を渡していただければ発送になりますので、特にですね、住所とか書く一切あのいらないので、ぜひね、その代わりスマホは必ず忘れないように持っていっていただければ大丈夫です。なので、商品とね、商品に封筒を入れていただきまして、その状態とですね、スマホですね、 はい、であのそれを、ね、ぜひ持っていっていただければ問題ないかと思いますのでぜひ、ね、試していただければいいかと思います。はい、LINE 登録お願いします LINE 登録していただきますと30分無料コンサル10万円稼げるマリヒマニュアルプレゼントしますニックネームかスタンプお願いしますそれと0円転売コミュニティですねえ興味ある方ぜひお願ちしますメッセージからよろしくお願いしますあと YouTube か質問は一切受け付けてません LINE や登録後にですね、質問をお答えますので、ぜひよろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。